家事ヤロウいつも見てます番組で紹介された料理など実際に作ることはあるんですかいやこれは本当に信じてください一度も作ってません <laughs> いや僕もそんな気はしてましたいやもう作りませんよ <laughs> 本当絶対に作らない <laughs> そこられると割り切りすごい,っすよ、ね、いやですよねいやですよいや本当に料理とか日常の家事がやっぱ嫌いなんですよね とにかく嫌い <laughs> でもほら世間的にはなんかそういうの家でやってますのが好感度が上がってより楽なギャラのいい仕事がくるじゃないですか、はい、でも得意になっちゃうと成長させなきゃいけないですか自分の技量ああ確かにひろみさんがいろいろ大工で出るとかでどんどん上手くなっていかないと青天井なんですよ結局全部やんなきゃいけないから、はい、だからずっと嫌いだって言っとけば成長させなくていいというかでもそうするとクイズ得意キャラちょっと厳しくないですか本当に好きでやってるからどっちでもいいですよね 好きじゃないものでもこれが受けるよねっていうのでスキルを高めるっていうのはいかない方がいいんだいかない方がいいんじゃないですか費用対効果が高くない限りはやあんな方がいいと思いますけどね。